コーヒー魔法を何だと思っているのですか。好きにお考えください。誤解は自由です。いえ、お断りします。今忙しいので。それはそれは素晴らしいですね。それはそれは素晴らしいですね。コーヒー魔法を何だと思っているのですか。魔法とは徹底的に計算し尽くされた公式。効率的ではありませんね。他の方法を考えてみては。まあ私には簡単ですよ。私ですからね。好きにお考えください。誤解は自由です。魔法とは徹底的に計算し尽くされた公式。ごゆっくりどうぞ。特別な一杯をご用意しますね。ドリンクについて学んでいた頃を思い出します。賑やかなパーティーもたまにはいいでしょう。いつでも大歓迎です。今回のお客様は味に厳しいようですね。今回のお客様は味に厳しいようですね。祝杯をご用意します。ドリンクについて学んでいた頃を思い出します。準備はできています。賑やかなパーティーもたまにはいいでしょう。祝杯をご用意します。この世に必要のない存在なんてない。私の左目は闇の中でも鮮明に見ることができるんだ。私が留守の間、みんな元気でやってるかな。いつも必死にもがいてる。生き残るためには奇襲が必要な時もあるんだ。生き残るためには奇襲が必要な時もあるんだ。ラテ魔法にミルクは欠かせないわ。論文を書くのも楽しかったわ。もう書かないけど。時が経つのは早いわね。卒業したのが昨日のことのよ。いつも心に余裕を忘れず、自信を持って。自分で答えを決めつける必要なんてないわ。論文を書くのも楽しかったわ。もう書かないけど。自分で答えを決めつける必要なんてないわ。どんなに苦い思い出も、ミルク一滴で和らぐものよ。時が経つのは早いわね。卒業したのが昨日のことのよ。光の神に世界を救うよう託されたのだ。光の神に世界を救うよう託されたのだ。戦闘態勢に入る前の攻撃はマナー違反だ。光は公平に世を照らす。そうだろ。戦闘態勢に入る前の攻撃はマナー違反だ。光の加護と私がいる限り、我々は必ず勝利する。光の加護と私がいる限り、我々は必ず勝利する。正々堂々と勝負だ。光は公平に世を照らす。そうだろ。先に一仕事か。お前を魔法規約違反で逮捕する。また事件か。現場はどこだ。魔法使いはみんな好奇心旺盛だな。魔法事件管理課は直ちに現場へ。これ以上事件を見過ごすわけにはいかない。こいつだけ飲み干したらすぐに向かう。魔法事件管理課は直ちに現場へ。気を抜いた瞬間わかるだろ。チャリンチャリンといい音が聞こえるじゃないか。素早さなら私が一番。気を抜いた瞬間にわかるだろ。辛い目に遭いたいのかい。あの方のように強くなりたい。僕の使命は他のクッキーを守ることです。どこにだって希望はあるんです。信念さえあれば強くなれます。ステッキの輝きで癒してあげましょう。僕の使命は他のクッキーを守ることです。僕の使命は他のクッキーを守ることです。雪をかき集めたら巨大な友達が作れる。雪の結晶って綺麗だよね。雪を見てると落ち着くよ。雪の結晶って綺麗だよね。雪が待ち遠しいな。雪で遊んでたら雪だるまがいっぱいできたんだ。僕寒さに強いんだよ。一緒に雪合戦やってみる？一緒に雪合戦やってみる？雪で遊んでたら雪だるまがいっぱいできたんだ。雪で遊んでたら雪だるまがいっぱいできたんだ。雪の結晶って綺麗だよね。俺の中の怪物がお前を傷つけるかも。自分自身のことを怖いと感じたことはあるが、傷つけたくない。この計画が成功したら次は
私だってやるときはやるんです。キキキ、恐怖に震え上がりなさい。キキキ、恐怖に震え上がりなさい。そこをどきなさい。覚悟なさい、邪魔者は。キキキ、私だってやるときはやるんです。すくすく育ってね、大きくなれ。すくすく育ってね。光合成してみる？光合成してみる？すくすく育ってね。光合成してみる？きっと綺麗な花が咲くよ。光合成してみる？新鮮な水をかけてあげるね。しんめちゃん、こんにちは。日差しを浴びたい。ただ英雄になりたかっただけだ。何が間違っていたというのだ。なぜだ、恐れているだと。私は負けない。私は負けない。近づくな、近づくな。私は負けない。キャー、飲み頃のブドウジュースはないのかい。なんとかなるだろう。まあ余裕を持てよ。一緒にブドウジュース飲むかい。面倒なことは大嫌いだ。錬金術で飲み頃のブドウジュースは作れないのか。錬金術で飲み頃のブドウジュースは作れないのか。えへへ、キノコが大盛り。あ、キノコ？桜味クッキーに会いに行くの？わあ、行こう。えへへ、キノコが大盛り。わあ、行こう。私の実力をお見せしましょう。久しぶりのストリートライブです。奏で続けましょう。勝利の演奏を。勝利の演奏を。チューニングは完璧。さあ、始めましょう。戦闘が終わるまで弾き続けます。マーチを演奏しましょう。クッキーキャッスルは一度は行くべき観光スポットですよ。僕は甘く爽やかなフルーツがたくさん実った島で、この王国は初めてですか？なら僕が案内します。僕の島の伝説についてお教えしましょう。実はこの島で竜が生まれて。ちょっと皆さん、どこに行くんですか？僕は甘く爽やかなフルーツがたくさん実った島で生まれ育ちました。ソフトなクッキーはどいてな！あたいが手本を見せてやるよ。後悔するような選択はしないよ。後悔するような選択はしないよ。一丁暴れてみるか。一丁暴れてみるか。生活費？懸賞金があれば十分さ。赤いクッキーはみんな出てこい！ガキどもには興味ないね。赤いクッキーはみんな出てこい！絞りたてのライ麦ジュースが一番。後悔するような選択はしないよ。君たちはクッキーがどうやって作られるか知ってる？クッキーって壊れやすいんだね。修理には何が必要なんだろう。あれもこれも初めて見るものばかり。怪我したクッキーがいるの？すぐに修理しないと。時計が壊れた？直せばいいじゃない。時計が壊れた？直せばいいじゃない。クッキーって壊れやすいんだね。修理には何が必要なんだろう。舞台用の機材がなくても歌えるのよ。もっと多くのクッキーに私の歌を知ってもらいたいの。歌を知ってもらえるならいくらでもトッピングを盛るわ。舞台用の機材がなくても歌えるのよ。舞台用
用の機材がなくても歌えるのよ。歌を知ってもらえるならいくらでもトッピングを盛るわ。真心を込めて歌うわ。真心を込めて歌うわ。今日のライブ配信スタート。歌う用の機材がなくても歌えるのよ。最初の曲を歌う前はいつも緊張するの。もっと多くのクッキーに私の歌を知ってもらいたいの。真心を込めて歌うわ。涙が涙がくすくす。何をすればいいの。涙が出てきてと涙が止まらない。悲しい。ううう悲しい。涙が出てきて止まらない。ただの弱くて小さなクッキーだし。クッキーの生き様はまさに信仰そのものです。生地とオーブン、魔女の名のもと、あなたに罰を与えます。クッキーの生き様はまさに信仰そのものです。甘くサクサクなクッキーであらんことを。私の名はペストリー味クッキー。フォークを授かりし者。この森が永遠に平和で満ち溢れますように。この森が永遠に平和で満ち溢れますように。今日のこともお友達に聞かせたいな。森から強い生命力を感じるよ。この森が永遠に平和で満ち溢れますように。今日のこともお友達に聞かせたいな。この世界にはみんなそれぞれの物語があるんだ。僕が案内してあげる。森から強い生命力を感じるよ。この世界にはみんなそれぞれの物語があるんだ。尻尾の数？わらわに興味があるのじゃな。もっとクッキーらしくなりたいのじゃ。わらわに一目惚れか。当然のことじゃ。飛び跳ねるクッキーは初めて見るじゃろ。わらわを拒むことはできまい。クッキーは本当に魅力的だと思わぬか。わらわに一目惚れか。当然のことじゃ。神聖なあの樹木だって、私の運命は永遠の闇だ。一刻も早く。神聖なあの樹木だって、この呪いに勝てはしない。鏡を見つめない方がいいですよ。この森のすべてが闇に包まれますよ。暗黒魔女クッキー様は考えすぎなところがある。ケーキモンスターの言葉が理解できたら可愛すぎて気絶するかもな。戦う時はよそ見をするな。クッキーを恨んでいるわけじゃない。クッキーだけがこの地の主だとでも思って。もうこんな時間か。ベルベル、散歩の時間だぞ。絶望に飲まれる暇があるなら一人でも多く倒せ。すべての命は生まれながらにこの地で生きる資格を持っている。クッキーだけがこの地の主だとでも思っている。恐れが心を蝕む隙すら与えず進め。クッキーだけがこの地の主だとでも思っているのか。